お着替え終了。お眠の時間だよ。ベッドへゴー。うん。じゃあ、はい、うさぎさん。うん。じゃあ、私も。あ、ママ。なーに？あのね、まだ眠くない。って、なんでお着替え終わってから言うの？着替える前なら、お散歩にも行けたのに。もうダメだよ、ビビオ。ダメだよ。まあいいや。ベッドに入ってたら眠くなるかもしれないし。なるかな。フェイトママもまだ帰ってこないし、電気つけたまましばらくお話ししてようか。うん。でもお寝坊したら起きた時ビビオ一人だよ。まあ、ナノハママ、普段のお仕事ならそんなに遠くには行かないけどね。いつでも駆けつけられる場所にいるよ。うん。さーて、じゃあ何のお話ししようか。ほんと、ナノハママとヘイトママのお話。私たちの…そうだな。最初は喧嘩から始まった間柄だとか。喧嘩したの？それはもうすごい勢いでね。で、その後仲良くなって、私とフェイトママはいろいろあって管理局のお仕事について。フェイトママはそのお仕事の中で、いろいろ説明してもらったけど、簡単にまとめると、エリオとキャロが聞き分けが良すぎて、ちゃんとしすぎてて困ってるってこと？うん。エリオもキャロも前からそういう傾向はあったけど、ロッカに来てからは本当に全然不満とかわがままとか言わなくなっちゃって、最近なんか辛いとか大変って表情まで見せてくれなくなっちゃって、いくら聞いても全然普通ですって。うん。私、母さんに教わったり、桃子さんとかレティ提督にお話聞かせてもらったり、育児書とかいろいろ読んだりして勉強したけど。すんごい量読んでたもんね。子供が必要以上にいい子になっちゃうのって、その子が寂しくて親に嫌われたくない、優しくしてほしいからだって。いい子でいるその裏で、本当はいろいろ無理して我慢してるんじゃないかなって。あなたも自分の小さい時、プレシア母さんのところにいた時、そんな部分もあったからとか。あ、それは。じゃなきゃやっぱり本当はエリオもキャロも自分のことを保護者だと思ってくれてないんじゃないかとか。あ、その。ねえフェイト、エリオもキャロももう10歳だし、まだ10歳よ。少しくらい無理をしても一生懸命に頑張りたいことが出てくる年頃だし、本当に苦しくてどうにもならなかったら親や周りの大人に頼るしかない年頃じゃない？うん。私も2人からメールとかもらうけど、いつもロッカーの人のことばっかり。誰にどんなことをしてもらったとか、ナノハさんの行動がすごいとか、どんな風に頑張れたとか。そうなんだ。二人とも今の暮らしが充実してるのよ、きっと。うん。10歳って言えばちょうどお母さんや家族のことより友達や外の人たちに興味が移ってく年頃でもあるしね。だから大丈夫よ。保護者としては今のまま見守ってあげなさい。うん。あとはどっちかっていうとあなた個人の問題よね。そっちはね。なんで二人が悲しんでんのかいまいちよくわかんないけど、例えばフェイトが二人のこと嫌いになったとか、そんなんあると思うか？ないと思うけど。そりゃそうだ、ありえないよ。でもな、二人がフェイトに心配かけたくないとか無理言いたくないって思いすぎて、それで二人が無理しちゃってるんなら、フェイトはきっと悲しいと思うぞ。無理なんて
してないんだけど。それもわかる。でもフェイト心配性だし、また責任感の塊みたいな子だからね。うん、まああんまり急いでちゃんとしようとしすぎると距離を取られたとか無理してるって思っちゃったりするもんだ。お母さんというのはいろいろ難しいもんなんだよ。うん、でもやっぱり同じ管理局員だし。それも同じ部隊の上司と部下だし。はあ、だからなんだな。ヘイトがな、二人が局員になるのとか軌道6回入りするのとかもともとやんわり反対してたろ。それこういう風に距離ができちゃうのがなんとなく予想ついてたからだと思うぞ。でもまあ二人が選んでヘイトが許した道だ。どんな形になってもぴったりのやり方はあるはずだぞ。うん、そうだね。とはいえ、そうだな、具体的な解決策としてはだな。はい、それじゃまたね。うん、まあ、なんかあったらまた連絡しておいで。それじゃあな。あら、アルフ、今の通信やっぱりエリオたちと。そういうお母さんはやっぱりフェイトから。うん、やれやれね。心配性と気遣いすぎまで似ちゃったか。しっかり親子してるってことよね。本人同士は分かんないのかしら。でもお母さんいろいろ嬉しいでしょ。そういうアルフもしっぽしっぽ。おお、つい。あ、キャロ、エリオ、フェイトさん。あ、